今季節ちょっと難しくないですか？春服着たいけどちょっと夜寒いなみたいな、ちょっと暖かいの羽織ろうかな的な感じですよね。あちちちち。あ、どうもー。すいません、ちょっと押しちゃった分、始まるの遅くなっちゃった分、ちょっとだけ終わりも長くしようかなと思っております。そう、暑いの。何配信？そう、これはあれですよ、月1の配信しようかなって言ってたやつです。3回目ですか？そう、3回目ですね、今回。ありがとうございます。そう、なんかちょっと迷っててどうしよう、なんか何をしようかっていうのをこの月1配信で迷ってるんですよ、皆さん。何、寝不足とかめっちゃ来てる。何だろう、別に寝不足じゃないです めっちゃ寝てきてます。カラコンもしてません もう一回この質問くんな。麻雀してないですよ、昨日 何だろう。あ、でも目は多分すごい充血してます、多分。多分なんですけど、花粉症のせいで。じゃあ分かった分かった、ちょっと待って、ライト近づけよう。はい、どうよ 肌きれいに見えるやつ。逆にでもテカテカしちゃってるかな、汗かいて。女優ライトが近づきました。はい、すごい。でもたくさん来てくれてありがとうございます。遅れてごめんなさい。そう、なんか今まではこの2回ぐらい配信してますけど、なんだっけ、「フォーチュン中田」やったりとか、あとなんかテーマ決めてなんちゃらについて教えてくださいみたいなやつなんですけど、なんかどうしようかなと思って、何しようかなって思って、新しい何かしたいなと思って、ちょっと皆さん何してほしいかっていうのを聞こうかなって思ってるんですけど。そう、そう、モアメ今来たよって分かってますよ、今来たよね。あ、もう一通送ったんだけどな、来てないな。ちょっと順番前後してます、多分オハペロメールがまだ届いてないから。なんで疲れたってこんな言われるんだろう。何が理由？何にも変わってないんだけどな。熊はすごくないんだよな。もともと皮膚が薄いからっていうのはよくメイクさんには言われるけど、なんだろう、まあ、疲れてるんですかね 知らんけど。全然、昨日はあれですよ、スペイベと M リーグ、ネット M リーグのアベマの方に出演してきましたけど、見てくれましたか皆さん。見たかな すごい疲れてるのコメントしか来ないから、なんか会話が 何してほしいですかって話してんのにコメント来ないんだけど 元気出してとかしか来ない そんなにやばい、うち何にも普通なんだけど どうしよう、困ったな。あ、見ましたよ、だってありがとうございます。あ、ウーチャカ先生と話した？だって、あ、そうですね、なんだろう、そんなたくさん話してないんですけど、武井壮さんとかもいらっしゃったので、46時間テレビに出てくださってみたいな話をしたりとかしましたかね。
そうで、46時間テレビなんてやってんの？みたいな話はちょっとあったかな。でもそれぐらい？なんかあんま、なんか言ってないです。M リーグ話来てるかな。あ、すごい、どうしよう、コメントがバラバラだな。何の話しよう。どうしよう何にも話せない。 M リーグの話はもう出ないですか？見てないのかな、みんな。麻雀強くなりましたか？だって。いや、でもちょっとここ最近その忙しかったので、あのライブとかの時に、バースデーライブとかで、あの期間全然打ってなくて、この間久々に打ったらもう全然で、ね、3着とかで、ちょっとダメダメだったので。しかもなんかちょっと打ち筋も良くないし、あんまいい手も上がれなかったので、ちょっとまた頑張ります。あー、滝沢プロかっこよかったねよね。だってあの日曜日の第2試合ですよね。かっこよかった。もう表情がもう、あ、やばい、チートイ積もってるみたいな時の表情がちょっとグーってなりましたよね。あ、国士無双だって。あ、そう、高宮さんの国士無双イーシャンテンまで行ったんでしたっけ。もう結構すごかったですよね。どん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 積もって、結構しかも点数的にもちょっと役満行きたいなっていう時に国士が結構どんどん入ってきてて、すごい良かったですよね。あれはめちゃめちゃテンション上がったんですけど、なかなかやっぱ難しいですね、国士は。イーシャンテンとか天杯までは行っても上がれないっていうのがよくありますよね。二階堂姉妹とは麻雀打ったことあるの？いや、まさかまさかないです。プロの方と麻雀打ったことがないんですよね。もうまだまだそんなレベルじゃないので。はい、そう、メンバーとの麻雀はちょっとやっぱり考えてるんですけど、なかなかルールをまだ覚えれる子がいなくて、今頑張ってもらってますはい、太郎先生とはあるっていうか、5時かなこれ。太郎先生ともないんですよね。ほんとプロの方と打ったらもうどんなになっちゃうんだろうって感じですね一回打ってみたいです。ハンチャン、いや、トンプ10回ぐらいやったら1回ぐらいトップ目取れるんじゃないかなっていう運でも、運の要素もあるものなんで、といいな。ねえ、皆さんとお麻雀打ちたいですよ。萩原雅人さん、そうですね、昨日萩原さんとご一緒させていただいたんですけど、萩原さんにはあのトレース見てましたってお話をさせていただきました面白かったですって。ドラマ月9ですね、見てましたか。アンジャッシュ小島さんってプロなんですか、麻雀。よく打ってるけど、そうなんですか、プロ資格持ってるんですかね。あ、でもあの、なんだっけ、
プロと打ったことないって言ったの嘘でした。カニパーティーのカニパーティーっていうこれはオンエアに載ってないんですけど、トップ目トッタンデの収録の前にちょっと練習で打たせていただいたことがあるんですけど、そうだ、トップ目で言ったら岡田紗佳香さんもプロですよね。そういえばないっていうのは嘘でした。あ、中山さんだ、失礼しました。カニパーティーの中山さんはちゃんとは打ってないんですけど、ちょっとだけ打ったことあります。はい、そう、岡田さんはね、そのと椿さんとサイピーさんと私の4人で囲むっていう会があったんで、あの時はもう私下手すぎるし、やっぱ上手い方は多分私みたいな打ち方が多分意味わかんないから多分逆に読めないっていうのが多分あったんじゃないかなって思いますね。また打ちたいです。そう、中連岡田さんって言われてます書いてる。そうですね、すごいかっこいいです。本当に憧れますね。プロ資格持ってるけど、そのモデルさんとしてもちゃんと成功してて、かつ同い年で綺麗で、もう尊敬しております。中連とかかっこいいな。はい、ということで、麻雀話からちょっと戻りまして、さっき言ってた、なんか何をやってほしいみたいなのがありますかっていう、今後企画的になんかありますかね。その何も来なかったらもう今までやってたみたいに、なんかお題を決めてこれについて教えてくださいみたいなのとフォーチュンの2つしかないんですけど、今んとこ。それ以外なんかありますか？あったら。あ、料理。食レポはいつもやってるんです。もぐもぐタイムはいつもやってるんで。料理配信か。ここできないんだよな、料理。は、い、ん、なんだろう、なんか機会があればって感じですかね。料理、なんかやり方考えときます。そっか、なんだろうな。でも、ちょいちょい、そうですよね。モバメに、料理の写真送ってるんで、あれですよね、なんか。そういうのも、なくはないのかな。じゃんけん配信？何それ？有名なやつ？初心者でも分かる麻雀講座。あ、なるほど。難しいですよね、麻雀って。もう何を教えたらいいんだろう。ルール覚えた後、その私教えるレベルのものになってないから ちょっと逆に、レベル上げます。すいません。筋トレ配信 何それ。そうですね、ちょっと筋トレ一回、猫舌ショールームで、多分桃子がガチャガチャで腹筋なんか20回とかだっけとか書いたやつが入っててやりましたけどね。あ、でもそれこそあれですよね、中田リズムとかその手のあれですよね。また機会があればって感じですかね。全然乗り気じゃない中田リズムは。あ、メイク。
なるほど、メイクよくやってますよね。でもなんかその私すごいメイクについてこう配信するのとかすごい私そんな勇気ない。なんかそのだからでも自分はモデルですとかなんかあればできるけどなんかいや何触れないけど何なんだろうって感じじゃないですか。なんかちょっと勘違いしてる女感あるかなと思って私がメイク配信はしないかもな。ダンス配信、なんだろう。でもなんかもうなんあれですね、電子台でやってるようなのがやっぱ出てよく出てきちゃうのかな。今までの特技とかそういうものになってきちゃうと、あの踊ってみた一番最初の電子台でやってるんですよね。パパと配信面白いけどパパは仕事中ですね多分まだ。あーなるほど、ゲーム実況的なことですか。ちょっとそれいろ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 でもゲームやんないからな、ほんと麻雀しかやんないからな。下手くそなのを永遠に見せるっていうのはあるかもしれない。パパと配信が無理ならママと配信みたいなのも来てますけどそれもないですね。ママもあのお仕事してる人なので。私服コレクション、それこそですよね。それこそなんかこんだけ自信あるんだというか、こんなにモデルがたくさんいる乃木坂でそれはさすがになんだろうできないというか、モデルがいなくて自分モデルキャラ推したいですみたいなのがあれば多分服とかあれするけどこんなにたくさんモデルがいて服こんなに好きなのにモデルの仕事来てない私がやるのはちょっと面白すぎません？そうだからメンバーにちょっとおしゃれって言われてるぐらいで、しかもメンバーでおしゃれランキングとかやって3位ぐらいになるぐらいの感じのひっそりとした服好きでいいんですよね多分。だからありがとうございます、あの嬉しいけどあのファッションセンスとかで選ばれるのは嬉しいけど、その自ら私こんなおしゃれなんですみたいなのはやらないです。そうやばい、そうなってくると全然私やることないんだな。やっぱなんかやっぱそうだな難しいですね。やっぱそのなんだろう、日本人らしさが出ちゃうというか、その一個ちょっと俯瞰で見てしまう部分は出ちゃいますよねうん、運動神経の良さって何をやるんだろう。私運動神経悪いんだけどな。うわ嫌なやつ出てきた。アルバムの話って言われてる振らないでって言ったじゃん、私には振らないでください。うん、あラジオのコーナーメールをみんなで考える。なるほど、そうなんですよね。私そうラジオ最近メール送ってないからな。確かにこのそれでこんなに生配信だから配信しちゃったその日の夜にそのてかあっちのスタッフさんとか困りますよね、もし知っちゃったら。これ中田が送ってるやつなのになんか採用しないっていうのをなんか変な感じになるから困らせちゃうそんなんしたら
確かにここでなんかこのラジオにメールをこのコーナーで読まれたいです次の配信までみたいなのはありかもしれないですよね。大喜利配信、それだから皆さんがボケてくれるってことですか。そんなに面白いメール皆さんが送ってくれると思ってないです。あ、メールじゃないコメントてかあのこの読むのが流れのが早すぎて面白いコメントを拾えないんですよ、悲しいことに「ひどいな」だってみんなにそんな面白さに求めあの期待してないです面白コメントするぞだってやばいバチバチが始まるこのコメント欄と私のあでも新しいラジオネーム考えようだって、あ嬉しいかも、そういうのは嬉しいかもしんない、確かに人に迷惑かけないしな、それぐらいだったら、あなんかありだな、新しいラジオネーム欲しい、今オイラはののしり一休と何だっけ鳥肌大喜利一休ってやつがあの乃木坂46と韻を踏んでそのラジオネームを作って読まれたのがその2つ、ああとまいちゅんのラジオで読まれた時って何だったかな、忘れちゃった、そうちょっと忘れちゃいました、何だっけ3つぐらい今いるとこ読まれてるんですよ、なんかありますかね、ちょうどいい、あ脱サラコーナーだ、そうだ脱サラコーナーだ、それはあれですよね、あのチンキンの方でラジオネーム募集してやったやつなんですよね浜岡本さんはあの普通にいる人だからダメですね、そうかみんな脱サラコーナーのこと知ってるんだ、うーんと鈍子にしさんダメです、あのいるんですよ、あハッシュタグつけてツイッターでトレンド入りさせる、あなるほど、だからもう早朝配信とかにした方がいいんじゃないですか、それ朝とかに配信してはあるかもな、あバナナウーマン、あバナナマンさん、お兄ちゃんのバナナマンさんから取って、イジリー中田、あーやっぱちょっと関わりのあるね芸人さんを、ふん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 、ジミー大西いますいらっしゃいます、やめてください、ん？やばい早くて、あーなるほど、だからもう白石麻衣とか西野七瀬とかやめてください、あのもう絶対嘘だし、あの結構まあまあ近い人物になっちゃうとちょっといろいろダメですから、それもうほんと関係ない人がそのラジオネームなんか本名 OK 西野七瀬とかやる人いますけど、そういうんだったら分かるけどマジで普通に近い人物はやめてください、あ山本山とかでも分かりやすすぎません、なんかあのあれですよね、のりビンゴの初回のあん 天の初回でしたっけね、あのお姉の皆様につけていただいたニックネームですけど、もうあえて本名 OK なかなかな、確かになんかすごい有名な本名 OK で来た時に
有名な人の名前が来ると思いきやなかなかな来ちゃうから、そのバナナさんのラジオとかその爆笑問題さんとかアルピーさんのラジオでちょっとざわつくぐらいで、それ以外はちょっとなんか誰も知らないですもんね他のラジオで読まれても誰だよってなっちゃう。あ、いや、でもなんかあのバナナマンリスナーが多いですね、やっぱここは。あのバナナムーン、ジモンさんとか、あのバナナムーンですごい話題になってる名前の人たちが出てきちゃう。ちょっと今はい、ちょっと考えときます。今まあまあいい時間になっちゃったんで、もぐもぐタイム、ちゃっちゃらーん。今日はあのエシレバターのお店ですね。なんかこれ前、これここの缶のクッキーをすごい紹介したかったんですけど、あの賞味期限切れちゃって食べちゃったので、あ、切れそうだったので食べちゃったので、今日はまた新たに買ってきました。これはあのサブレサンドですね。あのもう時間的にもうあのピスタチオ味しか売ってなかったのでこれなんですけど、あの一番プレーンのやつが私は一番好きです。あとラムレーズンの3種類あります。こんな感じです。かわいいんですよ。中にエシレバターたっぷりのクリームが入ってまして、そう、これの缶のクッキーが東京駅で売ってるんですけど、そっちがすごい好きなんですけど、それは結構早く行かないと売り切れちゃうので、これはあの新宿の伊勢丹とかで夕方行ってもあのこっちの味は残ってる。あのプレーンは売り切れちゃうんですけど、これとかは残ってるので、いただきます。うん、おいしい。皆さん知ってますか？食べたことある人いるかな？あのクッキーなんかちょっとバターサンドなんですけど、あの中のクリームがそのエシレバター使ってて、すごいしっとり軽いですよ。ビスコやってきてる、あのそういう感じじゃない、もっとなんかもっとクリームの存在感はでかいです。ビスコと全然違いましたよ。前も私このコーナーであのバターサンド紹介した気がする。好きなんですよね多分もともと。はいって感じで、まあ食べつつ、あー六花亭のバターサンド、でもあれ前でもラムレーズン、あ、プレスバターサンド食べたことある。だってもう食べたことあるなんて自信じゃないですよ。もうほんと何年だって、もうできた時ぐらいから買ってましたもん、並んで。今はこんなにちょっと並べば買えるようになってきたというか、店舗数もだいぶ増えて、前だって東京駅のあそこしかなかったね、丸の内口のとこしかなかったですけど、今他でも買えますもんね。スイーツガチ勢じゃん。だって知らなかったんですか？
一人飲み配信だって、私一人飲みなんてしないですもん。そんなにお酒飲まない方なんですよね。今来ましたって、すごい、5時から5時半って言ってたのに今来てくれてありがとうございます。やばい、早くて、二重幅が違うね。だって何ですか、どうだろう、今目腫れてると思うんですよね、花粉症のシーズンで。すごい、コメントが多すぎて読み切れない。すいません。小川軒とどう違う、だって小川軒ってあれじゃないですか、パイの生地みたいな感じじゃなかったですっけ、上の部分、このサクサク生地じゃないですよね。ハドキルーペわらわらだって、何？全然わかんない。やばい、咀嚼音聞こえるんですかね、このこれぐらいの。すごい、全然追いつかない。 あ、聞こえるようだって。でも私は、あれ？ノマドルで言いました？言ってないか？あ、言ってないか？咀嚼音の、なんか流行ったけど、私は全然好きじゃないし、ちょっと気持ち悪いと思っちゃうな、なんで、あんまりわかんないです、咀嚼音配信の良さが。ちょっと苦手です。一緒の人いないかな？私も同じです、だって。ちょっと気持ち悪いですよね。サクサクでもちょっと無理なんですよね。あ、やばい、分かる人いっぱいいる、嬉しい。あんま反対派がいない。あ、分かるばっかり。そうなんですよ、なんであんな流行ってるんですかね。なんかいいやつもあるのかな、私あんまりそんなに知らないから言ってるのかもしれないけど。あ、音出す人によるだって、それもなんかね、やばい、ちょっと反対派がいっぱいいて嬉しいって感じで、今もぐもぐタイムで今日はこの辺かなって感じです。すいません、今日はあんま特に面白い話もなく、ダラダラ配信だったんですけど、ちょっと今後の配信についてちょっと考えます、今日のコメント読んで。はいって感じで、じゃあ最後に1、2分コメント、なんか何でも質問そうかな。犬の咀嚼音は好き？犬の咀嚼音ってどんな音なんだろう。なんか違うんですか？徹子の部屋的なことやってくれたって。あ、誰かを招いて私がなんか話を振るってことですか？その、なんだろう、面白い、あれ、なんだろう、無茶ぶりとかをするってことですかね。まあ、なくはないけどな。ちょっとでもそれはなんか、生ドルとか、そういうので多分やるだろうな。まあでもありかも、それも。あ、クリーピーナッツの名古屋ライブ行きます。だって、いいな。
今週の水曜か木曜かですよね。羨ましい、楽しんでください。で、お絵かき配信、あーなるほど。まあそのうまくない人の絵でいいですか。私絵下手だけど大丈夫かな。でも模写みたいなのとか、あと鉛筆で描くのは結構得意なんですよ。時間かけて描くのだからうまい絵いつか描けますね。確かにちょっとありかも。あ、スニーカー見てみたい。あー、そこなんか何にもしたことなかったですね。確かに私スニーカーすごい好きなんですよね。結構ファンの人とかでもそのスニーカー結構見える時は見てます。あのファンの人のすごいあのレアスニーカーとかの時はこれどうしたのとか言って話になることも多いので、うん、スニーカー好きですね。確かになんか買ったら紹介するのもありかも。月1ぐらいで買っちゃってるかもしれないし。最近なんか、あ、でも今日はあれ、今日とで昨日か、ん違う、土曜日にあの発売したシュプリームのナイキのあれなんだったっけ、エアマックスでしたのあれは一応今日の抽選しましたけど外れました。でもなんか今回はいいかなっては思う。なんかそんどうしてもっていうわけじゃなかったんで買わなかったんですけど、あのガチらなかったんですけど、そう、それは抽選まあ当たんないだろうなと思って。すごいガチヤンキーだって。スニーカー何個持ってんだろう。でもなんかそんなにすごいいいスニーカーいっぱい持ってるわけじゃないから、そのなんか履き潰したら捨てちゃってるのもあるからそんなに数はないんじゃないかな。あ、エアジョーダン欲しいだって。でも私もエアマックスとかよりはジョーダン派なのであんまり惹かれない。なんか一応まあ変えたら欲しいかなぐらいでそんなにガチれませんでした。エアマックスはだもうほんと9、あれなんだったかな、97とかを買ったのが最後ぐらいでほとんど買わないですね。ジョーダンとかの方が好きです。あ、オフホワイトのコラボは本当毎回欲しいんですけどいつも買えないんですよすごい意外とスニーカーは結構盛り上がりますね。あ、ベイパー買った。だってこの前ベイパーあのちょっとこういうやつですよね。それかベイパーマックスも好きな人は好きですよ。はい、ということで意外とスニーカー話盛り上がりそう。ちょっとそこもちょっと視野に入れときます。はい、でもなんかナイキが多いんですよ。ニューバランスはとか結構来てるけど私ナイキがほとんどで他はほぼ買ってないです。コンバース2足あるぐらいでほとんどナイキです。だからそう、あのちょっと重めのスニーカーが好きなんで、もしそういうのの話なんかある人よかったらまたそこら辺結構みんな詳しいから話そうかな。はい、ではあ、視聴者2万の方がありがとうございます。ちょっと時間ずれたりしましたけど、はい、ということでちょっといろいろお話ししましたが今日だらだら聞いてくださってありがとうございます。またまたあのよろしくお願いします。ではでは。